なかなかのいかつさですね。こうやって改めて見るとね、キューバの生産200円、はい、ダブラル 250X ピンプスターグラフィックスキャンディーカモエディションですね。ちょっとねこの辺りのね、あのライトカウルあたりがすごい物足りない感はありますね。ここなんとかしたいね。うん、この辺りもね、間がなんか真っ白ベースだからっていうのもあるんですけども、ちょっとこう色が足りない感じがね、あれ着色不足ですかみたいなね、そんな感じが出てる気がしてなりませんけど、一応ここのフォークガードこの間の動画には出てきませんでしたけども、フォークガードにも貼りましたので、ほぼほぼフルセット使い切ったっていう感じがしますね。えぐい色になったな。ここはですね、代官山の蔦屋書店っていうですね、スーパーおしゃれ書店があるんですけども、今店舗どんどん拡大中ですよ、この出版不況の世の中でね。もはや書店なのかメガネ屋なのか、それともカフェなのか全然わかりませんけども、初めて書店で入った時には、こんな書店があるんですか、よきちゃんってなりましたから、まあ間違いなくテンションが上がる書店っていうのは間違いないですね。はい、まあ、そこにいましたよと。ナイス FMF。 演奏こきました。バイクは音です、バイクは音です。はい、改めまして、こんにちは、ノールです。まあ、今一瞬で通り過ぎちゃいましたけども、あの左手にずっと見えてたのがおされ蔦屋書店ですね。すげえ意外なところにできてて、まだ結構な大都市にしかないんだと思うんですよ、蔦屋書店ってね。で、僕仕事で千葉とか行くんですけど、そこのね、千葉のね、柏の葉キャンパスにね、あの柏の葉キャンパス駅の付近に蔦屋書店ができてて、思わずちょっと入っちゃったんですけど、どうなってんだろうと思ってね、もう相変わらずクソおされで、あの辺って別にさ、まあ、周り今新興住宅街みたいになってるなっていますけども、そんなにまだね人が大量に住んでるっていうイメージはないんですけどね。で、周りもそんなにね、車がないとあそこまで行くの大変かなっていう位置にあるんだけど、まあすごい人の多さでね、あそこだけね駐車場満員なんですよ。で、わからんもんやなと思いましたね。ほんと工夫次第だよね。そしてどこだ、ここは目黒か。まあ、あの貼ってみてね、分かったこと、あの意外とお金がかかるということですね。まず本体ですね、本体代これ179ユーロです。で、ユーロってちょっと高いですから、日本円に換算するとね、130円とかなったりしますから平気で、179ユーロなんで、それだけでまあ2万円近くなってしまうと。で、プラス送料ですね、30ドルですね、結構なエグさです、3000円ですね。で、まあそこまでぐらいだったらまだなんとか我慢できるかなと思ってたんですけど、締めにね、もう一発ね、昨日あのメールが届きまして、メールっていうか、あの手紙が届きまして、なんかと思ったらね、FedEx からね、あれ、届いてたんですよ。俺、知らなかったんですけど、海外の通販とか使ってね、物を仕入れる時とか、買う時って、関税ってそういえば、あれ、何もかかんねえなって、今までずっと思ってたんですけども、あの1万円をね、越してしまうと関税というのがかかるようで、で、僕が今着てるスーパーモーフールズのパーカーとか TRR のパーカーとか、ああいうのを買うときは確かにこういうパーカーを送ってくれる会社とのやり取りだけでお金のやり取りって完了したんですけど、今回は179ユーロで1万円を越すと、1万円を越す取引になってしまったんで、税関ね、関税のちょっと手数料がかかってしまいました。で、その関税が意外と高くて、2100円なんですね。ほーとか思いましたね、2100円かって。まあ、というわけでトータルでいくらぐらいかかったかっつうと、多分なんだけど2万8000円ぐらいなんですよね。約3万円なんですよ。だ、意外とするなと、1個買うのにね。で、しかも注文してから届くまでね、かなり時間かかりますね。1ヶ月半ぐらいかかりました。まあ、これ1枚1枚どうやら手作りをしてるような感じでしたね。手で切った跡がすげえわかるっていうそういうものでしたから、なんかよくわかりませんけど、作り方は手間暇かかってるのが、あのピンプスターの中では一番高い商品になってますね。貼ってから2週間ぐらい経ってるんですけど、2週間も経ってない、1週間になってるんですけど、やっぱりね、ヒートガンはあった方がいいのかなっていう気がしたんですよ。っていうのがね、これって曲面にシールをずっと貼っていくわけですから、シワが寄ったりするんですよ、端っこの方なんかはね。貼った直後なんかはドライヤーでボーンって適当な温度で温めながら、なんか腫れたような腫れてないようなっていう感じでずっと進めてたんですけども、いざね1、2週間経って
形がまたねカチッとしてくるというか変形してくるとね微妙にこのシワが寄ってるのがわかるんだよな。だからやっぱヒートガンで徹底的にネロネロってさせて本当にその、球体になってる部分というか曲面になってる部分に合わせてね貼った方がいいんじゃないかなと思いましたね。ヒートガン使うとね本当シワの寄りなんかね1ミリもなくなっちゃうぐらいぴったりこうぴったんこカンカンでこう貼れるんですよね。まあ、それが微妙に気になったって感じですかね。まああとはいい感じなんですけど、他のピンプスターライフのグラフィックスを貼ってる人たちを、まあ、まあ 99% というか100ほぼ 100% 海外の人なんですけど、インスタなんかでずっと見てて思ったのがやっぱねフロントフェンダーのところがスカスカ感が俺の WR はすごいあって他の人たち KDM とか乗ってる人たちはなんかねえらいねがっつりついてるような感じがするんですよね。まあ、だからどうというわけじゃないんですけどフロントフェンダーのところとあとライトカールのところのステッカーのスカスカ感が若干俺は気になるかなってところですね。はい、なんでこれを埋めるためになんか別のステッカーでも貼ってやろうかなと思って今海外の元ブロガーたちのオリジナルステッカーをアホみたいにペイパルで買いまくってるっていう感じですね。あ、ちなみにそのさっき言ったツタヤ書店なんですけどもなんか時期によってはいろんな特集をやってて例えばバイク特集になると、MotoGP で使われたなんだあのバイクなんかが展示されてることも昔あったらしいですね。ググったりするとそんなのが出てきました。ちょっと近くにあってほしいよなって思うよな。ただものすげえ人がいるからあんまりゆっくりは読めないんだろうけど、結構ねその座って読めるスペースがいっぱいあって中にね。でその座って読めるスペースはさすがに中でなんかコーヒーとか買わないと使えないようになっているんですけどものすごくいい感じなんですよね。一日中あの中にコーヒー一杯でこうたむろする人がいるんじゃないかなと思いますね。あとなんか知らないけどあのラインナップっていうのかな並べたる本はね多分そんなに一般的な書店と変わらないんだろうけどなんかこう魅力的に見える配列というか配置を仕方をしてるというかね棚の作り方をしてるんですよね。不思議だよね。置いてあるものはねよくよく一個一個見ていくと全然こんなの普通の書店で置いてるやんという記録屋に全然あるやんっていうものなんですけどなんかねなんかおしゃれな置き方なんだよこれで伝わらないごめん実際に行ってみてとしか言いようがないですけどただねさすがにこのスーパーモーフォールズプラス迷彩のライディングパンツで伝え書店の中をうろうろするのは気が引きましたね。もう二度とやんないと思うそれちょっとねいつものノリで来すぎましたよねさすがにね代官山でそれはダメだったてか代官山じゃなくてもねこの格好でねあんまりね街の中うろうろするのは無理だなって、ね、改めて思いました丸これがたまらん。ちょっと今日は本当だったらもう少し遠くまで行ってですね、周りをね WR の周りをぐるぐる回ったりしようかなとも思ったんですけどちょっと調子乗ってさもうあったかいかなと思って、普段着てるランス 3L とかじゃなくてただのインナープロテクタープラス、まあ、上にねスーパーモーフォールのパーカーだけ羽織ってきたんですけど全然クソ寒いね今日ねほんと焦るわ寒すぎて最初こう走り出して2分ぐらい経ってもう後悔し始めたレベルなんでちょっともう今日帰ろうかなと思いますね早くもねあてか今目の前に自分が映ってるんですけどなかなか変態な格好ですね。てかこれ一発で俺ってわかるね。なんかこうなってくるとねますます俺増車をしたくなってくるんですよね。もう一台これは完全におふざけ用で1台持っておきたいんですけどお何を競い合ってんの人たちは。よしじゃあちょっとあの全体像を見せるだけの動画になってしまいましたけど今日はね今日はとりあえずこれで終わりです。ちょっと簡単な動画でしたけどね代々木八幡で今日は締めると思います。ほんじゃ次の動画でございましょう。ご視聴ありがとうございました。さよなら。